奨学金について説明いたします。奨学金には大きく分けて3種類あります。まず1つ目が日本学生支援機構のもので、給付型と貸与型がありますが、給付型は低所得者世帯が対象となります。2つ目は県や市が保育者を目指す人に対して無利子で就学資金を貸し付ける制度です。ただし一定期間対象の地域で保育者として働けば返済は不要になります。非常にお得な制度です。3つ目は本学独自の奨学金です。日本学生支援機構の就学支援制度について説明します。給付奨学金対象は住民税非課税世帯、または子どもの数にもよりますが年収300万円程度の準非課税世帯です。授業料減免と給付型奨学金がセットで用意されており、非課税世帯の学生は2つの給付を合算すると本学の2年間の学費すべてをカバーすることができます。生活保護世帯と施設から通う学生はさらに増額されます。準非課税世帯は年収に応じて3分の2給付、3分の1給付を受けることが可能です。申し込み受付は各高校が3年時6月頃に行う予定です。次に保育士就学資金貸付制度についてご案内します。千葉県内でも都市部に近いほど保育士が不足しており、保育士になるために保育士になった後さまざまな恩恵を受けることができます。保護者の年収にかかわらず利用できるのが特徴なので、ご利用をお勧めします。千葉県社会福祉協議会では2年間で最大160万円の給付を受けられ、5年間県内で保育士として働けば返済が免除されます。千葉市社会福祉協議会では最大170万円、5年間千葉市内で働けば返済が免除です。船橋市と浦安市は別途2年間で72万円の支給が受けられ、船橋市は2年間、浦安市は5年間市内で働けば返済が免除されます。千葉県の就学資金貸付制度と併用が可能で合計232万円となり、本学の2年間の学費総額を支給額が上回ります。つまりこの制度を利用すれば実質自己負担なしで学び資格を取ることが可能となります。ただし学費支払い時期と支給時期にズレがありますので、つなぎ資金は必要となります。最後に千葉明徳短期大学独自の奨学金のご紹介です。まずは給付型奨学金です。1つ目の明徳チャレンジテストは入学試験前に受験できる小学生認定試験です。うまくいけば入学金30万円が免除されます。また今年度から15万円、5万円免除の枠を拡大し、入学生の半数が恩恵を受けられる制度にしました。受験料もかかりませんので、ぜひ受験していただきたいと思っております。2つ目は保育技術検定奨学金制度です。主に家政科や保育コースに在籍する生徒が対象となります。1級取得者は入学金免除、2級取得者は入学金半額免除となります。3つ目は本学を卒業して4年生大学の教育系学部に編入する学生を対象に入学金相当額を給付する制度です。最後に貸与型の教育奨励奨学金です。これは年度途中で学費の支払いが困難になった場合、半期30万円を無利子で借りることが可能です。今回の新型コロナ感染症で経済的影響を受けたご家庭など、安心して学び続けることができます。奨学金の説明でした。